本日はヤマハのテネレ700をお借りして試乗インプレさせていただきます。よろしければ最後までご覧ください。はい、ということで今回お借りしているのはヤマハのテネレ700をお借りしています。はい、でかいでかいはい、まず排気量は 688cc、 水冷の直列2気筒のエンジンです。でね、エンジンの下にはアルミ製のアンダーガードがあります。オフ車っぽいですね。でタンク容量は16リッターのレギュラーガソリンです。さあ、こちらはですねアドベンチャーかと思いきやオフロード、ビッグオフロードマシンって言われる位置づけのようでして、フレームはね新設計のダブルクレードル設計というものみたいです。ホイールサイズは前輪が21インチ後輪が18インチとなっております。でね、このフロント見てわかる通りダブルディスク、そしてブレンボのキャリパーがついております。そして前から見るとこんな感じのめちゃくちゃ特徴的な顔立ちをしております。すごいよね、この4眼の LED のヘッドライトがめちゃくちゃなんかこう近未来感あふれる顔立ちをしております。リアから見るとこんな感じです。リアのランプも LED ライトになっています。はい、ハンドル周りはこんな感じでございます。結構ねハンドルは広めのハンドルですね。で若干クラッチは若干私的にはちょっと重いかなというような感じです。で操作類はね本当にシンプルです。ではメーターをつけてみましょう。はい、とてもシンプルなメーターですね。こちらはモノクロ液晶のメーターパネルです。もう見ただけでなんかもう全部の情報がわかるし、ここにシフトインジケーターも出てるので今何速かなっていうのもわかりやすいです。はい、でここにねオフロードバイクならではの ABS のオンオフのスイッチもあります。あとはここにシガーソケットもあります。でねこのシートがですねすごく滑りにくいシートでして、そしてすごく柔らかいんですよ。すごい奥まであるって感じかな。すっごい柔らかいので長時間乗っても疲れませんでした。で滑りにくいっていうのはいいところでもあり、このシート高の高さならではのちょっと悪い部分もあったのでちょっとまた後ほどご紹介します。でヘルメットロックもここについてますね。それではエンジンをかけてみましょう。なんかこうバルーンっていう音がですね結構乗ってて、街中で乗ってると音がすごく分かりやすくって、このバブンバブンっていう音がね結構気持ちいいんですよ。ちょっとついついこうアクセル回したくなるようなそんな音でした。はいはい、では恒例の足つきチェックをしたいと思います。私の身長は160センチの股下が78ミリです。で今日はですねビングローブさんの厚底ブーツ、ソールが3センチあるブーツを履いています。お許しください。はい、ではこちらテネレ700のシート高は 875mm となっております。こちらはですね 835mm のローダウン仕様もあるんですけども、今回は 875mm の車両を乗らせていただきます。はい、ではですねこれは普通にまたがって乗ることができないのでまず車体を起こしてからですね乗ります。私が普段オフロードバイク乗っていたのでなんとかなったんですけど、はい、こんな感じです。後ろから見るとわかると思うんですけど半分お尻が落ちています。こうじゃなきゃ乗れないで組み替えてみましょうか。まあわかりますかね、こんな感じになります。つま先です。でこういう風に組み替えないと乗れないんですけど、なんかね
だんだん慣れてくると停車するときにお尻をねあらかじめずらして足伸ばしたい方向にねずらして降りると結構余裕ができたりするので、まあちょっと慣れが必要になってしまうかと思うんですけど、まあ、私の身長でもなんとか乗れている感じですね。はい、結構こんな感じで一回乗っちゃえばなんとかなるんで、もう本当勇気ですね、勇気と勢いです。はい、でポジションはこんな感じです。もうなんだろう、オフロードらしいこう直立な感じですね。結構ねなんか私的にはもう大きいのでアドベンチャーなんじゃないかなって思ってしまうんですが、はい、あの高速走行とかはすごく楽でした。はい、ではこちら車両重量が205キロですね。はい、動かしてみましょう。これもですねハンドルの位置が結構高いので、ちょっと重心が取りにくいなーって感じではあるんですけど、あ、ここに持つとこがあるので結構動かしやすい。あ、動かしちゃうと軽いなちょっとハンドル高いけど、あのアフリカツインみたいな、あ、めちゃくちゃ重いとかあんな感じじゃないね。そう、オフロードにしては重たいけどアドベンチャーにしては軽いって感じかな。動かせる、いけるいける、大丈夫大丈夫。はい、こんな感じです。いけましたね。はいはい、こんな感じです。はい、ではいきましょう。これがね、先に起こしてから乗らないと乗れないので、よいしょ、行きまーす。さあ、というわけでテネレ700試乗始めます。もう惜しいとこがむっちゃくちゃ高いので、よいしょ、こういう止まりがねクソ怖いが、乗ってしまえばなんとかなる方式で頑張らせていただきます。乗ってる間はね何も不自由ないですからね。まあオフロードみたいな軽さっていうのは正直感じないですね。なんか、あ、軽いわーいみたいな感じはないですね。わかんない、私の気の持ちようかな。まあすごい雨ですなでもなんかあれですね、ここがすごいブルブル震えてますね。なんだろう、振動がオフロード用なのかな。でもそうだな、このシートがですね思ったよりこうなんですかね、滑らないんですよピタってね止まってくれていて、まあそれはいいことなんでしょうけど、こう足つきがね、足を組み替えないと停車ができない私にとってはスムーズに足の組み替えができなくてですね、ちょっと苦労する部分はありますね。どうなんだろうな、高速乗ってたりしたら楽なのかな。で振動とかはね全然来ないんで疲れたりはしなさそうかな。まあでも市街地を気軽に、このシート高の高さがあって気軽に走れるかって言われると、そこはどうでしょうって感じですかねめちゃめちゃ正直な感想ですけど、よ、怖い、怖いですねこう平坦なところだからマインドはいいんだけど、これが坂道とかになっちゃうと超怖い、相当気を使う運転になりそうです。さあ高速走行に入っていきます。あー、楽ー楽ーこのスクリーンがねあるおかげでやっぱりね風の抵抗がすごく減ってます。こういうさ直立のバイクってスクリーンがあるなしで全然変わってきますよね。そう、テネレってオンロードが1、オフロードが9っていう割合で設計開発されたみたいでですね、割とオフロード寄りなバイクという位置づけのようなんですけど、でもね高速乗るとアドベンチャーに感じます楽だもん。オフロードバイクで高速乗ると怖いんですよね。こうタイヤ細いし、タイヤがねちょっとオフロード系のタイヤを履いているので若干不安定だなって思うところあるんですけど、いやー楽楽めっちゃ楽、多分このスクリーンのおかげかな。やっぱり高速走行中は
このシートいいですね。お尻をキュッと包み込んでくれる感じで、全然ねお尻にガタガタ振動が来ないです。なんかこのメーターがねペロペロガタガタ動くのがなんかすごいちょっと気になるかもしれない。うん、でもね高速はいいですね。すごい乗りやすいです。はい、ではワインディングですね。ちょっとしたワインディングです。なんかオフロードバイクと言いつつ結構車両が重たいのでどうなのかなと思ったんですけど、意外とひらひら曲がってくれますね。なんかねこうすごく立ち上がりはめちゃくちゃパワフル。私が乗ってる CRF だと結構モワーっとしちゃう時があるんですけど、結構トルクがガコンってあるのですごい気持ちいいですね。なんか車両の重さは感じないですね、走ってると。このねパラパラパラっていうエンジン音が気持ちいいです。あ、楽しいやっぱワインディング楽しいですね。本当はねオフロードとかちょっと林道とかを走るべきバイクなんですけど、ちょっとそこまで行く勇気がないので、今回はこういった公道のワインちょっとしたくねくね道を走らせていただいてるんですけど、うん、私でも乗れるからよかったはい、というわけで今回はヤマハのテネレ700をお借りして試乗インプレさせていただきました。いや本当はねもう私諦めたんですよ、シート高高すぎて。あ、これ無理だと思ってね諦めたんですけど、いやこれ乗れたらかっこいいよなと思って半分意地で乗りました乗ってみたらね意外と乗れたので、やっぱりね諦めちゃいけないなっていうのがすごくね感じましたね。そうなんかねシート高は本当に確かに高いんです。乗る人を選ぶと思います。なんとか片足でも足がつくっていうのであればいけると思うあとはもう慣れと勢いですね。まあ、でもただやっぱりね気軽に乗れるかっていうと、お世辞にも気軽には私は乗れないバイクです。どうしてもストップアンドゴーで気を使うので、毎回緊張しながら怖いなと思いながらこう縁石を探しつつ止まったりしてるので、はい、まあ、ちょっとねある程度身長が高くて足がこう余裕がある方であれば、こういうパワーがあるオフロードバイクっていうのは最高なんじゃないかな。羨ましいです縁石助かる。ただねもう乗り出してしまえばとっても快適です。オフロードバイクとはいうもののアドベンチャーのような感じに私は感じたので、本当にねそのテネレが気になっていて足つきちょっと不安だけどなんとか乗れるよっていう方であればきっと楽しく乗れると思います。これでね林道とか行ったらかっこいいなと思いますよ。はい、というわけで今回はヤマハのテネレ700をお借りして試乗インプレさせていただきました。フォトジップにも記事を記載しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。